米子市では秋晴れの中、華やかなバラが咲き誇っています。こちらは濃い紅色で気品が漂うシンパシー、また黄色とオレンジ色の陽気な雰囲気のアプリコット、色とりどりのバラが楽しめるのは米子バラ会の小林徳成会長が栽培している小林バラ園です。およそ20アールの敷地に100品種のバラが植えられていて、園内に甘い香りを漂わせています。平和の願いが込められた淡い黄色のピース、そして白とピンク色で癒される聖火。今年の秋のバラは夏の猛暑の影響で遅咲きとなり、例年よりも長く楽しめるということです。家の周りでちょっとやってるんですけど、やっぱこういう自然の中でこれだけの規模の、バラを育てられるというのは魅力ですね。またこのバラ園は30年の歴史がある米子バラ会の会員60人も栽培を手掛けていて、バラ愛好家の交流の場にもなっています。厳しい夏でしたから、余計にねバラにはかわいそうな思いをさせたんですけども、まあよくぞそれに耐えてこれだけ咲いてくれてね、とっても嬉しく思ってます。小林バラ園は無料で開放されていて、秋のバラは今月末までが見ごろだということです。